はい。あ。おじさんですよね。私は今小川町駅に来ております。小川町駅を8時に出発すると告知をして歩いて行きますので、スタート地点には誰も来てないようです。それでは早速小川町から武蔵嵐山駅向けて浅間山等を経由して歩いていきたいと思います。あ、そうなんですか。前に、はい、飯盛峠で写真撮ってなかったんですか、奥さん。はい、それで俺メッセージを持った。へぇ、自分も、確かに20年ぐらい前にあそこで写真撮ってて、あ、そうなんですか。懐かしいなと思って、はい、どっからよく見てんだけど。もうあの動画出したの結構前なんで。結構前かな、はい、楽しみにしたんですよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。今日はここまで何、あの、電車ですか。一級には俺間違えて、はい、よく反応とか行くから、はい、川越線間違えて乗っちゃって、おー、で戻ってこっち東上線乗った。そうなんです。あー、そうですか。あれ、お荷物とかどこ。今ね、バスに乗っけちゃって。あ、そうなんですか。そう、あのバス何分に立つんですか。16分。ワッペンがあるんで、ワッペンもしあれならお渡ししたくて。今日いないですよ。ということで、今の方は七峰方面歩くということで、私は浅間山の方に歩いていきたいと思います。いやー、わざわざ会いに来ていただいてやっぱ嬉しいな。今舗装路歩いてますけど、この左側にあそこに見えるのが浅間山かな。やっぱこの辺りはのどかでいいですね。浅間山ハイキングコース、見晴らしの丘公園、この道で行きたいと思います。この辺から山道っぽくなってきましたね。現在浅間山に向かってますが、その後は嵐山渓谷の方に歩いていこうと思いますが、そちらの辺りでもしかしたら行きますって言ってる方がいらっしゃるので、お会いできたらな。この辺りは沢に沿って歩いていく感じで涼しいです。浅間山はそんなに標高は高くないと思うんですけど、朝一の荷物が一番重いタイミングで結構大変です。ゴールデンウィーク歩くにはここは結構かなり静かに歩けているので、おすすめのコースだと思います。今日は関東も夏日になるということで、まだ8時台だけどもうだいぶ気温も上がって暑くてきつい。あー、こっちが山頂みたいですね。ここに道があるけど100行進なんかあるんでしょうが、ちょっと暑くて今日はパス。はあ、あと 150m で山頂みたいですね。あれ、100更新右になってんな。100更新の方からここに上がってこれたのか。そう来ればよかった。おお、まだ山頂手前ですが、なんか立派な休憩スペースなんのかな。これは展望所か、展望所みたいな、ちょっと休憩できるところがあるんで寄ってみましょう。
もう季節は初夏って感じで、景色が木々で遮られちゃってますが、それでもとっても気持ちの良い空間です。では山頂に向かいましょう。そして見えてきました、浅間山山頂。298メートル、到着しました。よいしょ。こんにちは。あー気持ちいい。はあ、こんにちは。はい、あおじさんですよね。はい、いつも拝見してます。あ、そうなんですか。たまたま偶然今いらっしゃったのかと思って、あ、ポックルの予想してたんですね。来る予定じゃなかったんですけど。あ、そうなんですか。投稿見て。はい、あ。わざわざすいませんでした。いい。本来はどこ行こうと思ってたんですか。今日は特に予定なかったんです。あ、そうなんですか。ゴールデンウィークはこのじゃないですか。そうですね。じゃあひょっとしたら会えるかな。ああ、ありがとうございました。いい。お声かけしてくれた方にワッペンをお渡ししてるんですけど、一応2種類あるんですけど、好きな方一つ。はい、色の、あ、はい、いただきます。ありがとうございます。あ、待ちました。どれくらいいました、ここ45分ぐらいかな、着いたまま。あ、15分ぐらい、はい、じゃあ、はい、はい、でいつもはどの辺中心に登られてるんですか。最近、小鹿野が多かったですね。小鹿野ですか。はい、東屋さんとか、はいはい、年末に両上行って、雰囲気がすごく気に入って、うん、小鹿野の方は結構、山自体ちょっと険しめな山が多いですよね。あれ、じゃあ方角は多分一緒。そうですね、はい、じゃあご一緒しますか。そうですね、途中、はい、今日はもう、はい、駅という駅ですか。そうですね、武蔵嵐山駅に下ろうと思って。最近こう僕一人でね、妻が登らないんであんまり、はい、この前ちょこっと登場したんですけど、はい、ああ青山城跡、お城があったんですかね。みたいですね。やっぱ武功山の周遊は結構人気ですね。そうですね、はい、はい、この前ちょっとこけちゃいましたけど、僕は。だそうですか。ちょっとこの先、両側 100m、ツツジが見頃らしいんで、ちょっと行ってみます。結構下ってきましたよね。本当かな、この見頃。戻りますこれ。はい、透明ツツジだから結構、はい、見えておかしくないんだけど。さっきの地点まで戻ってきました。大日山方面歩いていきたいと思います。おお、大日山到着です。笠山に堂平か。物見山です。行きましょう。じゃあ今日はあの僕のコメント見てなかったら、もしかしたら山自体に来てなかった可能性が、ね、ああ。どっか行きたいなとは思いつつ、ええ、ドラマを見た。なるほど。左に行くと小倉城入り口、ここ小倉城入り口ですね。いやー天気がいいな、暑い。初夏ですよね。はい、ここが小倉城跡なのかな。はい、あ、ああいいですね。いや、カメラもでもハマるとハマりますよね。やっぱなんか明るいレンズのがいいなってなったりすると。でも山には1本2本ぐらいしか持ってないですね。いやもういい、はい、あ、もうつけたままの1本だけですよね。これもう24ミリから200ミリなんですよ。もう広いですもんね。なって今 F4 からな。ああ4からなっちゃうんですね。これは APS-C だ、フルサイズ。ああ、僕はここ右に折れるみたいなんで、はい、はい、ちょっと川沿いを行くんですか。はい、ありがとうございました。短い間でした。楽しかったです。こちらこそ。また何かの機会にお会いできたら、ね、はい、また合わせて待ち伏せします。それじゃあまた失礼します。はい、ということでここからまた一人旅となります。なんか寂しいな。嵐山渓谷来たけど涼しいかと思ったけど暑いな。
与謝野晶子の歌碑、こっちにあるんだ。与謝野晶子の歌碑らへんに何時に来ますかっていうご質問があったので、ちょっとこの与謝野晶子の歌碑の方行ってみますか。お、これかな？これだ。比企の刑でいいのかな？比企の刑、刑。月の皮。赤江の傘を刺す松の。立ち並びたる山の篠の目。晶子。この日のあたりで待つっていうのも、どうしよう、どこで待てばいいんだろう。もうちょっと先に進んでみるか。このあたりが嵐山渓谷でいいのかな。意外にもこの辺りは空いてる。多分渓谷のメッカなところは今のところじゃなく、もうちょっと違うところなんだと思います。また与謝野晶子まで戻ってきました。お昼までには行きますと書いたので、12時までこちらでくつろいでいようと思います。じゃあここでお茶します。はい、想像以上に渋滞してて。あ、そうなんですか。ワンちゃんあそこの展望台のところで待っててくれるかなと思って、先週かな、来たばっかりで僕らとこ。あ、そうなんですか。うん、なんか散歩いいじゃないですか、このコース。そうですね、普段あんまり登山やるほどのレベルじゃないんですけど、で YouTube はもう見させてもらってます。ありがとうございます。もういろいろ参考にして発行行ってみたいねとか、はい、結構気合い出てきたんだけども、はい、大渋滞で3時間ぐらいかかっちゃって、車で。あ、よかった、よかった、やりたい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 、おじさんで読みますか。はい、いいですよ、いいですよ。僕の方が全然自信だと思うんですけど。いやいやいや、はい、そろそろ、じゃあ帰りの支度しようかなと思って。そうですね、なんかかがんでたんで、ちょっとおじさんかなと思ってね、ドキドキしながらずっとこっちに向かってたんですけど。あ、はいはいはい、はい、じゃあ気に入りますね。これから、大平山。あ、これから大平山に行かれるんですか。登って、で、ぐっと。武蔵嵐山に帰ってくる形を取ろうと思う。あ、わざわざ、でも、これ、この後どうされるんですか。僕らも帰るんです。これだけのために来たんですか。もう、おじさんに会いたいがために来たっていうか。ああ、そうなんですか。ご相発なもので、申し訳ないですけど。ちょっとじゃあ、色違い、1種類ずつのワッペン。ありがとうございます。雨と一緒に入ってる。はい。有料教室とか好きで、栃木の。あそこが好きで、よくね、テレビとかで紹介されるんですよ。クマが出たりするらしいですけど、クマさんに来てやってますね。結構見ていただいて。そうですね、結構ね、本格的な人のは、まあ、あまり見ないんで。プンヤマさんが一番好きで一番見てるかな。最近プンさんがそんな登らないから。あ、見たいですね。なんか二子山正月行った時みたいな。プンさんがなんか面白いですよね、見てると。結構ニタニタしながら僕も見てますけどね。木道のあの階段とかが結構しんどくて。あ、わかります。踏み外しちゃうんですよ。あ、そうなんですか。踏み外されてて、その中で。大丈夫なんですか。一応、はい。すごい。いっぱい見てくれて、ヘビーユーザー、ヘビーユーザー、もし今日もアップしてくれればね、ああ、もう永久保存ですよ、ね、ありがとうございました。どうも。今お話ししてたこの展望台の脇は嵐山長命発祥の地なんだ。先ほどはこっちから来たんですが、今度は
あっちに登っていきたいと思います。それにしても今回は視聴者さんがリレーのように次に次にといいタイミングでお越しになってくれて助かります。大平山の山頂手前の眺望いいとこですね。ちょっと座ってきましょう。それでは大平山頂上へ向かいます。この辺りが大平山山頂でしょうか。大平山山頂到着です。確かここは山名板みたいのはなかったような、あれでもあるか、あった、大平山最近設置されたっぽい雰囲気ですね。それでは大平山も来たんで下山と行きましょう。ということで今回は軽い感じで小川町から武蔵嵐山までのハイキングやってきましたが、なんとこの今回の告知登山4名の方がお越しになってくれました。来てくれた4名の方本当にありがとうございました。ご足労をかけました。このゴールデンウィーク真っ只中に招集をかけてしまいちょっと反省してますが、まあでもプン山を見てくれている4名の方とお会いできて本当に嬉しかったです。今度は前もって普通の土日に告知をして登っていきたいと思います。それでは武蔵嵐山駅まで下っていきたいと思います。そして武蔵嵐山駅に到着しました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。